ヴィーナスとマルス、キューピッドは、イタリア、ルネサンス期のベネツィア派の画家パオロ・ベロネーゼが1575年から1580年頃に制作した絵画である。油彩。愛と美の女神ヴィーナスと戦争の神、マルスを主題とする、神話がないシグイ画で、おそらく戦争に対する愛の勝利を描いている。ベロネーゼにおいては珍しい小型の作品で、制作経緯や、 発注主については不明である。イギリスの肖像画家、トーマス・ローレンス教、トリノの銀行家、リッカルド・グワリーノのコレクションを経て、現在はトリノのサバウダー美術館に所蔵されている。マルスは甲冑を脱ぎ捨てて、ビーナスの両手を取り、女神を信頼に押し倒そうとしている。ところが、いたずら好きのキューピッドは彼らの合いびきの最中に、マルスの軍馬を引っ張ってきたため、 マルスもビーナスも、外から寝室を覗き込む、馬の顔に驚いている。古代の神話においては彼らの恋は、タイヤ神、ウルカヌスの怒りと報復を招くが、偶意的に解釈した場合、戦争に対する愛の勝利を意味する。一方の馬は、情欲の象徴であり、馬に手綱をつけて飼いならすことは、愛の文明化を象徴している。こうした偶意は、ベロネーゼのメトロポリタン美術館の、 キューピットによって結ばれるヴィーナスとマルスによって、明瞭な形で表されており、本作品もおそらく同様の意味を持つと考えられているが、メトロポリタン美術館の作品と比べると、本作品の偶意的な意味は、やや不明瞭である。とはいえ、マルスが武器や防具の類を全く身につけていないことは、ヴィーナスの勝利を表しており、手綱をつけられた。 文明化された馬が登場することは、おそらく彼らの情欲に反省を促す意味がある。絵画の意味と関連して、メトロポリタン美術館の絵画の他にも、ベロネーゼの同様の偶意的な神話が、ロンドンのナショナルギャラリーの連作、愛の偶や、スコットランド国立美術館の、ヴィーナスの衣を脱がすマルス、ボストン美術館の、ヴィーナスとマルスといった絵画と比較されている。 貴族に関しては疑われておらず、絵画の質の高さやベネツヤ派の色彩の持つ力強さ、輝くような人体の美しさが賞賛されている。しかし、制作年代については研究者の見解は、一致しておらず、ウィリアム・ロジャー・リーリックのマゼールのビルラ・バルバロの壁画との比較から1560年代初期のものと、スルセツとテリー・ジョピニャッチとフィリッポ・ペドロッコの連作、 愛の具イとの比較から1570年代後期とする説の間で揺れている。もっともリーリックの見解は早すぎるとみなされており、ロドルフォ・パルッキーニによって最初に提案された1575年頃とする見解が一般的である。トリノの銀行家、リッカルド・グアリーの本作品と思われるベロネーゼの絵画の最初の記録は2つあり、一つは ベネツィアのクリストフォロー・オルセッチィーで、カルロ・リドルフィが見たと言及している、馬を引くキューピットを伴った、ビーナスと戯れるマルスの絵画である。もう一つは近年発見された資料によるもので、フェラーラの数奇鏡、カルロ・エマヌエレピオディ・サボイアの1624年の絵画目録に、馬の手綱を引くキューピットを伴い、金箔を施した古代風の小さな学物に入った。 ベロネーゼによるマルスとビーナスの絵画であり、従来は前者が本作品を指すと考えられていたが、現在は後者が有力視されている。ブレーシャのファウスティーノ・レイキのコレクションに含まれていた絵画は19世紀に画家トーマス・ローレンスによって購入された。その後シカゴの実業家、ポッター・パーマーの手に渡り、1924年にトリノの銀行家、リッカルド・グアリーノは、 美術史家、バーナード・ベレンソンの助言を受けて本作品を購入した。グアリーノは1930年に自身のコレクションをサバウダ美術館に寄贈したが、本作品を含むグアリーノ急増の絵画はロンドンのイタリア大使館の装飾のために送られ、第二次世界大戦後にイタリアに戻された。1959年以降はサバウダ美術館内のグアリーノ寄贈品のために、 設けられたスペースで展示されている。ありがとうございます。